アンデシュバーダルは、ノルウェー、ヌール・トロンデラーグ・ケンスタインシャー出身のスキージャンプ選手。スタインシェール・イルに所属している。2000年のノルディックスキージュニア世界選手権で団体銀メダルを獲得。翌2001年2月にスキージャンプワールドカップにデビューした。2002年のソルトレークシティオリンピックには19歳で、出場、ノーマルヒル個人27位、ラージヒル個人25位。 団体9位だった。その後はなかなかワールドカップに定着できずコンチネンタルカップと交互に出場する状況で2004-05シーズンにはコンチネンタルカップで6勝して総合優勝。翌2005-06シーズンも7勝を挙げて2年連続総合優勝を達成した。2006-07シーズンからワールドカップに定着し、このシーズン総合16位。 札幌での世界選手権で団体銀メダルを獲得。翌2007、08シーズンは1月27日のザコパネでワールドカップ初勝利するなどして自己最高の総合5位となった。2009年ノルディックスキー世界選手権ラージヒル団体で銀メダルを獲得ラージヒル個人5位となった。2009から2010シーズンは前半戦コンチンネンタルカップに参戦。 1>, 1月の札幌大会からワールドカップに昇格した。バンクーバーオリンピックでは団体銅メダルを獲得したが、ワールドカップ総合は36位にとどまった。2011年のルディックスキー世界選手権では団体戦に種目で銀メダルを獲得、ワールドカップ総合14位となった。2011から2012シーズンは自身最高のシーズンとなった。 12月17日のエンゲルベルク大会で4、シーズンぶりの勝利を挙げると、好調を維持、グレゴアシュリー・レンツァーガー、アンドレア・スコフラーのオーストリア勢や、ジャンプ週間頃から調子を上げた、伊藤大キラと総合チャンピオン争いを繰り広げ、シーズン3勝をマークして、総合優勝を達成した。 ノルウェー勢の総合優勝は1993の1994シーズンのエスペンブレーデー戦以来18シーズンぶりである。2012から2013シーズンは世界選手権ノーマルヒル個人で金メダルを獲得、シーズンでは一勝のみだったが総合2位となった。2014年ソチオリンピックではノーマルヒル個人で銅メダルを獲得した。 2014から2015年シーズンをもって引退すると発表した。ありがとうございます。